油圧ディスクってさ、結構危機感を持っている人が多いと思うんだよね。それは初期の製品が洗練されてなかったり、メンテが難しそうとか重量が重いとかいろいろあると思うんだけど、理由の一つとして原理や構造が外観からは想像しにくいってのも割と大きいと思うんだよね。そこでこの動画では油圧ディスクブレーキの構造、作動原理を分かりやすい範囲でなるべく詳細に説明することを試みます。これで皆さんの危機感の一部でも取り除けたらいいなと思い作成しています。ただ注意点として、この動画は自分でブレーキ周りをいじることを推奨するものではありません。基本的な点検や調整はユーザーの義務だと思うけど、それ以上突っ込んだ整備はしっかり勉強して知識とスキルがある人がやってください。これは油圧とか機械式とか関係ないから、逆に機械式だから簡単って侮るのもダメだよ。ネジを一つ締め忘れるだけで大事故になるかもしれないわ。さて、ちょっと堅苦しい話もしちゃったけど始めようと思います。ガシャコ。本格的なディスクブレーキが自転車に普及し始めたのはざっくり2000年頃です。マウンテンバイクから始まり、10年後にはロードバイクにも普及が始まり、現在はほとんどのマウンテンバイク、ミドルクラス以上のロードバイクで主流になっています。ジュニアスポーツバイクは見なかったことにしています。オートバイによく乗る人はディスクブレーキのレバー周りのサイズがある程度わかると思います。こんな風にちょっとメカメカしたレバーに丸か四角のタンクがついているって感じだよね。このイメージがある人が初めて自転車用の油圧レバーを見るとすごく小さくて驚くと思います。ただ外観はすごくコンパクトになっているけど、基本構造はほぼ同じです。自動車のものはパワーを補助する仕組みがあったり、オートバイ用でも最近は ABS がついていたりと補助機器の違いはあるけど、根っこの部分は全く同じと思っていいと思います。では作動原理の説明をしながら内部構造を見てみよう。このイラストはすごく簡略化したイメージ図です。細部は後から追加していくね。とりあえず覚えてほしい用語は、手元のレバー側のシリンダをマスターシリンダ、ディスク側の大きなピストンを格納した部品をキャリパーと呼ぶことです。基本的な動きは手元のレバーでマスターシリンダの小さいピストンを動かして、その力でキャリパー側の大きなピストンを動かすだけです。このピストン内の液体に油を使っているから油圧ブレーキね。油とは呼べない液体を使うことも多いから、より厳密さを重視するなら液圧ブレーキだね。あと水を使った水圧ブレーキもあるらしいよ。そういう変なのは別の動画でね。話は戻って、小さいピストンで大きいピストンを動かすとき、その断面積の比率で力を増幅できます。これをパスカルの原理と言います。面積2倍なら力が2倍でストローク半分、3倍なら3倍と3分の1だね。実際は10倍以上じゃないかな。測ってないから知らんけど。パスカルの原理については別に覚えなくていいよと言いたいところだけど、義務教育で習う範囲なので覚えといてください。計算自体はテコの原理と同じと思っていいです。レバーとかの長さの比率がピストンの断面積の比率になるだけね。だから油圧だからといって摩訶不思議な原理で力が増幅されるわけではないってことだよ。さて、ブレーキを使い終わって手を離すと、手元のマスターシリンダ側のピストンはバネで戻るんだけど、キャリパー側のピストンはシールの変形で元の位置に戻る。このキャリパー側の仕組みがなんだかいい加減に感じてもやっとする人は多いみたい。実際この仕組みは汚れや劣化で動きが変わるので、トラブル要因に感じる人もいるようですが、大昔からあるシステムで大きな問題はなしということになっています。さて、ここまでだと別にワイヤー引きでよくねってなるよね。ワイヤー引きのディスクブレーキもあるし、ワイヤー引きになくて油圧にある重要な機能にパッドが減った際の自動クリアランス調整機能があるよ。これにはさっきもやっとしたキャリパー側のピストンの戻り機構が重要だったりする。この機能の実現にはリザーバータンクなどさっきまで省略していた要素が必要になるから追記しよう。リザーバータンクはオートバイだとこんな風に目立つ感じについているけど、自転車用だとマスターシリンダーに寄り添うように
小さいものがコンパクトに配置されているよ。リザーブは日本語で言うと予備とか控えだから、その名前の通り追加で必要になった時用のオイルが充填されている。このリザーバータンク周りの機構がどのように働くのか見てみよう。通常時はそれほど派手に働かない。リザーバータンクは2つの小さな穴でマスターシリンダーとつながっているけど、マスターシリンダーのピストンが少し進むとピストンでキャリパー側と隔離されちゃうから、この段階では特に何も仕事しない。そのまま握り込めばこれまでと全く同様にブレーキがかかる。ブレーキが戻るときはちょっと仕事して、ピストンの1段目は実は一方通行になっていて、戻るときはピストンを貫通してオイルが流れることができる。通常キャリパー側のピストンよりマスターシリンダー側のピストンの方が早く戻りたがるらしいけど、この機構がなければキャリパー側のピストンが戻るのを待たないと戻れないし、その間配管等に無理な圧力がかかる。この機構があればここオイルが流れるから、キャリパー側の動きに関わらずスムーズに戻ることができるね。キャリパー側のピストンが戻りきるとオイルが余るけど、左側の小さい穴からリザーバータンクに返却されるというのが通常時の動きだけど、地味だし多分必須ではない。多分メインのというか最もよく知られている仕事はパッドが減った時の働きだね。ではパッドが減った時にどのように働くのか見てみよう。パッドはもちろん普通はじわじわ減るものだけど、分かりやすいように一気に減ったことにするね。レバーを引くと、これまでパッドと接触していた場所ではまだ隙間があるので、追加でレバーを引く必要がある。ある程度レバーの引き代には余裕があるからちゃんと届く。この時いつもより多めに押されたキャリパー側のピストンのシールは変形だけでなくピストンから少しスライドするよ。レバーを離すとマスターシリンダーのピストンは最初の位置に戻るんだけど、キャリパー側のピストンはシールの位置がずれてるから最初の位置まで戻らないね。すると配管内のオイルの量が足りない計算になるんだけど、さっき言ったルートからオイルが補充されてるから帳尻が合う。だからこの時リザーバータンク内のオイルは減るよ。次にブレーキをかける時はすでにキャリパー側のピストンが減ったパッドに合わせて移動しているから、普通のレバーストロークで使うことができる。普通このサイクルが人にはわからないくらいの小さい距離で行われる。だからユーザーはパッドが減っても同じレバーの引き量でブレーキを使い続けることができるってわけ。また油圧ディスクブレーキのストロークは 1mm 以下の通常のクリアランスと、パッドが減った時用の余分なストロークを少し用意するだけでいいから、ワイヤー引きより少ない総ストロークで済み、強力な制動力を発揮しやすい。ユーザーがクリアランスの調整しないでいいのはすごい便利なんだけど、これが裏目に出てパッドがゼロでも使い続けちゃう人がいるから、皆さん中身はいじくらないでいいから、パッド産業の目視点検だけはちゃんとやってくださいね。これは自転車でもバイクでも車でも一緒だからね。絶対やってね。やってね。構造の話に戻って、このリザーバータンク内のオイルは、柔らかいゴムの膜でぴったり蓋がされていて、空気と遮断されています。このゴムを、普通ダイヤフラムと呼びます。ブレーキ以外でも使われる用語で、柔らかい区切りくらいの意味合いです。ブレーキの回路内に空気が入ってほしくないから密閉したいけど、リザーバータンク内の容量は変化しないといけないからこういう構造になっているんだね。油圧ディスクブレーキの構造と動作の概要は以上です。どうだったかな？ここからはちょっと現物を見てみよう。これはシマノのマウンテンバイク用ブレーキ。グレードは XT。1世代前のだけど、セカンドグレードのかなりいいモデルだよ。この家には基本的にトップグレードのものはありません。レバーはこんな感じ。メカメカしててかっこいいね。マスターシリンダーはここの部分。ピストンをスロットが覗いているね。その上についているのがリザーバータンク。ここはオイルを補充するキャップ。シマノの場合はダイヤフラムがここ側面についていて、
珍しいと思う。キャリパーを見てみよう。オレンジの部品はディスク代わりにはめてるスペーサーね。クリアランスは左右合わせて実測で 0.7mm くらいだった。ちょっと古いから新品だとどうだかは知らない。スペーサーを取って動かしてみよう。こんな感じに動く。この程度ならクリアランスの自動調整は働かない。さらに握るとクリアランスの調整が働いてぐっと狭くなる。スペーサーが入らなくなったね。大丈夫なの？大丈夫だよ。よく聞くホイールを外した時にレバーを操作するとパッドが戻らなくなるからレバーに触っちゃダメって話。これは自動クリアランス調整が働くからだね。めちゃくちゃやるじゃん。これ正直過剰に脅かされている印象があって、戻すにはよくマイナスドライバーでとか専用工具でとか聞くけど、こんな小さなブレーキならパッドを外して指で押せば戻ります。ピストンが白いのね。セラミック製のピストンだね。剣に扱うと割れるらしいよ。よいしょ。握力弱い人はタイヤレバーかなんかをあてがうとやりやすいと思います。ブレーキとパッドが通常時もかすってしまう症状が出ている人は、取り付けが歪んでいる可能性の他に何かの拍子でピストンが出過ぎている可能性もあるかもしれません。掃除しつつこうやってピストンを初期位置付近まで戻してやれば解消することもあると思います。いくつかトラブルの話をした流れで、油圧ディスクブレーキでよく聞くエアカミ症状についても考えてみましょう。これは配管やピストンの中に気泡が混入している状態です。空気は圧力をかけると縮んでしまうので、これが回路内にあるとクッションになってピストンを動かす障害になってしまいます。機体の圧縮性っていつ習うんだってなって思って調べたら、小学4年生で習うんだって。小学校でそんな難しいこと習ったかしら。で、少量の空気だったら感触がふわふわするなって程度で制動力には大きく影響しない。ところがエアがたくさん入っているとレバーを引いても空気を縮めるばかりで全くブレーキが効かなくなっちゃう。この時のレバーの感触はスカスカって感じだね。これは当然めちゃくちゃ危険というか乗れない。ちょっと不思議に思うかもしれないことは、エアカミの症状は突然悪化したり治ったりすることもあるんだよね。外から空気が入るのかしら。その可能性もあるかもしれないけど、大体はリザーバータンクの上の方にエアが残っていたパターンだと思うよ。圧力がかかるのはレバー側のピストン、つまりマスターシリンダー以降だから、エアがリザーバータンク内にある限りは特に悪さしないんだけど、何かのきっかけでマスターシリンダー以降に侵入すると症状が現れるってわけ。ディスクブレーキの車両はひっくり返しちゃいけないって言われることがあるのはこれが理由だね。ひっくり返さなくても大きな振動や転倒によってもエアの移動はあると思います。いつ症状が起きるかわからないのは爆弾抱えているようなものだから、ひっくり返すくらいは試してダメなら直しておいた方が良いかと思います。生み出し的な考えね。ちなみに足はやらないけど、ひっくり返すときにレバーを引いたまま固定してエアが噛まないようにするって小技があるね。こうすればマスターシリンダー以降にエアはいけないからリスク軽減にはなる。ここまでは入る可能性あるけど、まあ元の姿勢にしたときにリザーバータンクに戻るんじゃない？知らんけど。無責任ね。だって見えないから確認できないし。うちにあるブレーキは完璧にエア抜きしてるから逆さにして何しても平気だけどね。さて、ここまではマウンテンバイク用の部品での説明が多くなっちゃったけど、最後にロードバイク用の場合にこのメカニズムがどうやってブラケット内に押し込まれているのかいくつか見てみよう。減速機構と場所を取り合うから、油圧システムは角の中かボディ中心の2択になっている。そりゃそうだ。これはシマノの GRX のやつのパーツカタログ。減速は機械式で
角の中に油圧システムがあるタイプ。リザーバータンクが一番上にあって、外観からは分かりにくいけど、その下にマスターシリンダが横置きされている。シマノはもともと変速機構を角の中というかレバーの上に配置するシステムなんだけど、このタイプではボディの中心部に施設されていて、設計の人はなかなか苦労してそう。続いてこちらはデュラエース電動変速の最新のやつ。こちらは角の中に変速機構というか基板とかを収めて、ボディ中心部にマスターシリンダとリザーバータンクが横置きされてるはずだけど、このレベルになると内部パーツといえるものは何も供給されてなくて、パーツカタログからは何もわからないね。よく油圧システムはユーザーにいじらせる気がないうんぬんみたいな論調があるけど、これお店にもいじらせる気ないよね。この CG だとうっすらとマスターシリンダとサーボウェーブらしき構造が確認できる。サーボウェーブについては変なブレーキって動画を見てください。続いてスラムのレッド22。ちょっと古い機械式シフト。スラムはもともと変速機構がボディ中心部だから、油圧が角の中に配置されるのは自然かと思う。マスターシリンダのピストンまで供給してて偉いわね。こちらは最新のレッド UXS で電動シフト。マスターシリンダは最新のデュラエース同様に横置きになってボディ中心部に配置された。ここら辺はポジションの流行り廃りも関係していると思います。なお内部パーツの供給はなくなりました。あらま。最後にカンパニョーロ。カンパニョーロはマスターシリンダをユニット化しているのが特徴だね。これだけ現物がうちにある。このチャンネルカンパニョーロ率高くない？配置は一貫して角の中で、年式が同じなら全てのグレードで同じユニットを使用している。内部構造が分かる資料もないし、分解している動画とかも見当たらないけど、あなたが分解して動画にすればいいのよ。こっちサイドにマスターシリンダーが縦置きされていて、前方にリザーバータンクが寄り添っていると思われます。例によって内部パーツの供給はないけど、壊れても本体を道連れにしないからマシかな。一通り紹介し終わったところで、今回の動画はここまでです。冒頭でも言ったけど、この動画は自分で油圧だろうがワイヤー引きだろうがブレーキに基本メンテナンス以上のことをすることを推奨しているものではありません。ただ自分の使っている道具がどのような構造でどのように機能しているのかを把握していることは良いことかと思います。その上で自分がやるべきことを判断してもらえればなと思います。真面目。この場合はパッド残量とブレーキの感触の日常点検はやってほしいわね。今回全く触れていないけど、ディスクの厚みも点検項目かな。そうそう減るもんじゃないけど。じゃあ終わりにするけど、この動画を気に入ってくれた人はぜひ他の動画も見てみてね。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。見たい動画のリクエストも待ってます。それじゃバイバイ。バイバイ。